やあ、みんな、歴史の裏側へようこそ。突然だけど、こんな話、信じられるかな？科学の最先端を行くはずだった天才集団が、まさか、魔術が原因で解散したかもしれないって話。科学と魔術だよ。水と油だよね。今日は、世界で初めて作られた科学アカデミーが迎えた、意外すぎる結末について、3分で紐解いていくよ。舞台は、今から400年以上前の17世紀イタリア。ここに、世界初の科学アカデミーが誕生したんだ。その名も、アカデミア・デイ・ギンチェ。日本語に訳すと、山猫の目アカデミー。山猫みたいに鋭い目で、自然界の真理を見抜いてやろうぜ。っていう、最高にクールな志を持ったグループだったんだ。メンバーには、あの有名な天文学者、ガリレオ・ガリレイもいたんだよ。彼らは当時最新鋭の望遠鏡で星を観察したり、顕微鏡でミクロの世界を覗いたり、まさに、科学界のアベンジャーズ。このまま人類の知を、一気にアップデートしていく、はずだったんだ。でも、こんなにすごかったアカデミーが、設立からわずか30年足らずで、あっけなく解散しちゃうんだ。表向きの理由は、創設者でパトロンでもあったお金持ち、フェデリコ・チェジ公爵が若くして亡くなってしまったこと。うん。まあ、資金難はきついよね。でも、話はそんなに単純じゃなかった。実は、この天才集団には、もう一つのヤバい顔が隠されていたんだ。そのヤバい顔こそ、魔術と錬金術への傾倒なんだ。え、科学者が魔術なんて信じるの？って思うよね。でも、この時代はまだ、科学と魔術の境界線が、すごく曖昧だった。自然の法則を解き明かすっていうゴールは、実は同じ方向を向いていたとも言えるんだ。アカデミーのメンバーの中には、自然の力を操ろうとする自然魔術や、石ころを金に変えようとする錬金術に、本気で取り組んでいた人たちもいた、と言われているんだよ。観察と実験を重んじる、純粋な科学派、そして、神秘的な力を信じる、オカルト魔術派。この両者の間で、目には見えない亀裂が、少しずつ広がっていったのかもしれない。そんな不安定な中、リーダーだったチェージが急死。さらに、エースだったガリレオが地動説で教会から異端裁判にかけられるっていう、ウルトラC級の同意事件まで発生する。リーダー不在、資金難、内部の対立、そして外部からの強烈な圧力。科学の光を目指したはずのアカデミーは、その光と影の狭間で、静かにバラバラになってしまったんだ。いやー、面白いよね。科学の夜明け前って、光と闇がこんな風にごちゃ混ぜになってたんだ。もし君がこの時代に生きていたら、どっちを信じる？観察と実験の科学？それとも、神秘の魔術？君の意見、ぜひコメント欄で教えて。科学派、ロマンがあるから魔術派、みたいに、気軽に書き込んでみてね。この話が面白いって思ってくれたら、いいねとチャンネル登録も、ポチッとよろしく。科学の歴史には、まだまだこんなヤバい裏話がたくさんあるんだ。例えば、アメリカ独立戦争の時の替え歌とか。おっと、この話はまた今度にしようかな。